くりと、まあ、加えてるわけ。今日はね、東京の天井はこういう、まあ、ゼロが降ってるんじゃなくて、こういうふうに足りないわけ。まあ、だから、すごい勢いのいい人は、飛び越えて、後ろにはね、飛んでくるらしい。それで、ちょっと危ないから、もう、張り替える。結局張り替える。だけど、お稽古とか修練だと、なんか送ってくる。それで黙らして。まあ、それからあんまり黙らせたね。普段自転車を使うのは朝から歩いてますか？自転車ね。これ何で食べ物屋で、まあまあ美味しいってのはないけど、これ自分が多いのかな。朝から歩いてます。とにかく詐欺の飲み屋もそうだし、下井寿司さんも、まあ、屋台寿司はあったけど、普通の寿司屋さんもなくなっちゃった、まあ、ちょっと食べようというと、茶屋が出てきてね、中華料理だった新海でも行きたいです。これはもうあんまり大した店ないんだけど、ちょっとこう中村橋よりの家はあそこのおかみがね、あんまりね、先に行かないときは、もう身を回ってくるお酒だろう。お酒屋さんの企業なんですよって、日本語が前に行くのかな、多分、見ればその時は頼ったら、まさかやな、お母ちゃんも黙ってりゃいいのにさ、と言ってたこと言うんだけどね。